柏林の夜、製作は「さあ日暮れだぞ日暮れだぞ」と言いながら冷えの根元にせっせと土をかけていましたその時はもう赤金作りのお日様が南の山裾の群青色をしたとこに落ちて野原は変に寂しくなり白樺の幹なども 何か粉を吹いているようでした。いきなり向こうの柏林氏の方から、まるで調子外れの途方もない変な声で、「えコんしゃっポーのカン,カカンのカンからカんのカン」とど鳴るのが聞こえました。製作はびっくりして顔色を変え、クワを投げ捨てて、足音を立てないようにそっ。 とそっちへ走って行きました。ちょうど柏林の前まで来た時政策は不意に後ろから襟首をつかまれました。びっくりして振り向いてみますと赤いトルコ帽をかぶりネズミ色の変なダブダブの着物を着て靴を履いたむやみに背の高い目の鋭い絵描きがプンプン怒って立っていました。 なんという座もして歩くんだ。まるで這うような塩梅だ。ネズミのようだ。どうだ。弁解の言葉があるか？制作はもちろん、弁解の言葉などはありませんでしたし、面倒くさくなったら喧嘩してやろうと思って、いきなり空を向いて喉いっぱい。赤いシャッポのカンカラくんのカーン。と怒鳴りました。 するとその背中の絵描きはにわかに制作の首筋を離してまるで吠えるような声で笑い出しましたその音は林にコンコン響いたのですうまい実にうまいどうです少し林の中を歩こうじゃありませんかそうそうどちらもまだ挨拶を忘れていた僕から先にやろういいかいや こんばんばは。野原には小さく切った影帽子がばらまきですね」と「僕の挨拶はこうだ。わかるかい今度は君だよ。へんへん」んと言いながら絵描きはまた急に意地悪い顔つきになって斜めに上の方から軽蔑したように制作を見下ろしました。制作はすっかりどぎまぎしましたが、 ちょうど夕方でお腹が空いて雲が団子のように見えていましたから、慌ててえ。え、こんばんは。え、良いお盆でございますえ。え、お空はこれから銀のきな粉でまぶされます。えごめんなさいと言いました。ところが絵描きはもう。 しっかり喜んで手をぱちぱちたたいて、それから跳ね上がって言いました。おい君、行こう、林へ行こう。俺は柏の木大王のお客様になってきているんだ。面白いものを見せてやるぞ。絵描きはにわかに真面目になって、赤だの白だのぐちゃぐちゃついた汚い絵の具箱を担いでさっさと林の中に入りました。 そこで制作もくわを持たないで手が暇なのでブラブラ振ってついてゆきました林の中は浅葱色で日系のようなにおいがいっぱいでしたところが入り口から三本目の若い柏の木はちょうど片足を上げて踊りのまねを始めるところでしたが二人の来たのを見てまるでびっくり くりしてそれからひどく恥ずかしがって上げた片足の膝を曲が悪そうにベロベロなめながら横目でじっと2人の通り過ぎるのを見ていました。ことに制作が通り過ぎるときはちょっとあざ笑いました。制作はどうもしかたないというような気がして黙って絵描きについてゆきました。 ところがどうもどの木も絵描きには機嫌のいい顔をしますが制作には嫌な顔を見せるのでした一本のゴツゴツした柏の木が制作の通るとき薄暗がりにいきなり自分の足を突き出してつまずかせようとしましたが制作は「よっとしょ」と言いながら それを跳ね越えました。絵描きは「どうかしたかい?」と言ってちょっと振り向きましたがまたすぐ向こうを向いてどんどん歩いてゆきましたちょうどその時風が来ましたので林中の柏の木は一緒に「せらせらせら製作せらせらせらば」セラセラセラ。 薄気味の悪い声を出して、制作を脅そうとしました。ところが、制作は、かえって自分で口を素敵に大きくして、横の方へ曲げて、ひらひらひら制作、ひらひらひら、べべ。と怒鳴りつけましたので、柏の木はみんなどぎもを抜かれて、しんとなってしまいました。 かはきはハッ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 とピッコのような笑い方をしましたそして2人はずーっと木の間を通ってかしわの木大王のところに来ました大王は大小を取り混ぜて19本の手と1本の太い足と思っておりました周りにはしっかりした家来のかしわどもが 真面目にたくさん頑張っています。絵描きは絵の具箱をかたんとおろしました。すると大王は曲がった腰を伸ばして低い声で絵描きに言いました。もうお帰りかの持ってましたじゃ。そちらは新しい客人じゃな。な。その人は吉なさい。 ものじゃぞぜんか98ぽんじゃぞせいさくがおこってどなりましたうそつけぜんかものだぞ。ほら、しょうじきだぞ大王もごつごつのむねをはっておこりましたなにをしょうこはちゃんとあるじゃまたちょめんにものっとるじゃ。 貴様のわるいおののあとのついた十八のあしさきがいまでもこのはやしのなかにちゃんとのこっているじゃ。は <laughs> おかしな話だ。九十八のあしさきというのは十八のきりかぶだろう。それがどうしたというんだ。おれはちゃんとやまぬしのとうすけに。 酒おにしを買ってあるんだ。そんなら俺にはなぜ酒を買わんか買う言われがないいやあるたくさんある買え買う言われがない絵描きは顔をしかめてしょんぼり立ってこのけんかを聞いていましたがこの時にわかに林の木の間から ししのをびてまた。おいおいけんかはよせまんまるい大将にわらわれるぞ!」。見ると東のとっぷりとした青い山脈の上に大きな優しい桃色の月が昇ったのでした。お月様の近くは薄い緑色になって柏の若い木は皆まるで飛び上がるように。 てをそっちへだしてさけびました「おつきさんおつきさんおつきさんついおみそれしてすみません」「あんまりおなりがちがうのでついおみそれしてすみません」かしわのき大王もしろいひげをひねってしばらく「うんうん」うん、といいながら。 とお月様を眺めてから静かに歌い出しました「今宵あなたは時色の昔の着物つけなさる」「柏林のこの宵は夏の踊りの第三夜」 やがてあなたはみずいろのきょうのきものをつけなさるかしわばやしのよろこびはあなたのそらにかかるままえかきがよろこんでてをたたきました。 夏の踊りの第三夜みんなじゅんじゅんにここにでてうたうんだ。じぶんの文句でじぶんのふしでうたうんだ。いっとうしょうから九とうしょうまではぼくがおおきなメタルをかいてあしたえだにぶらさげてやる。せいさくもすっかりうかれていいました。さあこい。へだなほの一とうから九とうまではあしたおれがスぽンときって。 怖いとこへ連れてってやるぞ。すると柏の木大王が起こりました。何を言うか、無礼者。何が無礼だ。もう9本切るだけはとうに山主の藤助に下げ買ってあるんだ。そんなら俺にはなぜ買わんか？こう言われがね。 いや、ある。たくさんある。ね。絵描きが顔をしかめて手をせわしく振って言いました。また始まった。まあ僕がいいようにするから歌を始めよう。だんだん星も出てきたいいか。僕が歌うよ。商品の歌だよ。一等賞はハッキンメタル。二等賞は金ギロメタル。 3等賞は水銀メタル4等賞はニッケルメタル五等賞はトタンのメタル6等賞はニセガネメタル7等賞は鉛のメタル8等賞はブリキのメタル9等賞はマッチのメタル10等賞から100等賞まであるやらないやら分からぬメタル。 柏の木大王が機嫌を直して「<笑>と笑いました。柏の木どもは大王を正面に大きな輪を作りました。お月様は今ちょうど水色の着物と取り替えたところでしたからそこらは浅い水の底のよう木の影は薄く網になって で地に落ちにました絵描きは赤いシャッポもゆらゆら燃えて見えまっすぐに立って手帳を持ち鉛筆をなめました。さあ早く始めるんだ早いのは点がいいよそこで小さなかしわの木が一本ひょいと輪の中から飛び出して大王に礼をしました。月の明かりが と青くなりましたお前の歌は台は何だ絵描きはもっともらしく顔をしかめて言いました馬とウサギですよし始め絵描きは手帳に書いて言いましたうさぎの耳は長ちょっと待った絵描きは止めました鉛筆が折れたんだちょっと削るうち待ってくれ そして絵描きは自分の右足の靴を脱いでその中に鉛筆を削り始めました柏の木は遠くから皆感心してひそひそ話し合いながら見ておりましたそこで大王もとうとう言いました「いや客人ありがとう」「林を汚く狭いとのそのお志は」 実に片味ない。ところが絵描きは平気で「いいえあとでこの削り崩で素を作りますからな」と返事したものですからさすがの大王も少し具合が悪そうに横を向き柏の木も皆興を覚まし月の明かりもなんだか白っぽくなりましたところが絵描きは けずるのが済んで立ち上がりゆかいそうに「さあ始めてくれ」と言いました柏はざわめき月光も青く透き通り大王も機嫌を直して「うんうん」と言いました若い木は胸を張って新しく歌いました「うさぎのお耳は長いけど」 馬の耳より長くないうわっうまいうまい <laughs> みんなはわらったりはやしたりしました「いっとうしょうはっきんメタル」とえかきがてちょうにつけながらたかくさけびました「ぼくのはきつねのうたです」また一ぽんのわかいかしわのきがでてきました。 月光は少し緑色になりましたよろしい、はじめキツネコンコンキツネの子月夜に尻尾が燃え出した <laughs> うまいうまいわ <laughs> <laughs> 第二頭章金色メタル今度は僕やります僕のは猫の歌ですよろしい、はじめ ねこにゃあごごろごろさとねこたったごろごろわあ<ー> <laughs> うまいうまい <laughs> 第三い賞水銀とうしょうすいぎんメタルおいみんなおおきいやつもでるんだよどうしてそんなにぐずぐずしているんだえかきがすこし意地悪いじわるいかおつきをしました。私のは

吹かれてバランバランバロン。くるみは緑の金色な風に吹かれてサンサンサン。いい手のオルだね。うまいねー。は <laughs> は<ー>第四等賞ニッケルメタル。僕のは猿の腰掛けです。よし始め。柏の木は手を腰に当てました。 小猿小猿お前の腰掛け濡れてるぞ切りポッシャンポッシャンポッシャンお前の腰掛け腐れるぞいい手のおルだねいい手のおルだねうまいねうまいね,うまいね第五等賞途端のメダル私のはシャッ の歌です。それは、あの、入り口から3番目の木でした。よろしいはじめ。ウコシャッポのカンカラカンのカン。赤いシャッポのカンカラカンのカン。うまい素敵だ第六等賞二千シ年ニセガネンメタル。この時まで、仕方なく、 おとなしく聞いていた制作がいきなり叫び出しました「なんだこの歌偽物だぞさっき人の歌ったのまねしたんだぞ黙れぶれ者その方などの口を出すところでない」かしわの木大王がブリブリして怒鳴りました「なんだと 偽物だから偽物と言ったんだ。名前言うと明日斧持ってきて片っ端から切ってしまうぞ。何おこしゃくなその方などの文際でない。バカを言え、俺は明日山主の桃助にちゃーんと二章下げがってくるんだ。そんならなぜ俺には買わんか。 買ういわれがない。かえいわれがない。よせよせ。偽物だから偽がねのメタルをやるんだ。あんまりそうけんかするなよ。さあ、その次はどうだ出るんだ出るんだ。お月様の光が青く透き通って、そこらは湖の底のようになりました。私のは、 政策の歌です。また、1人の若い頑丈な柏の木が出ました。なんだどう？制作が前へ出て殴りつけようとしましたら、絵描きが止めました。まあ、待ちたまえ君の歌だって悪口とも限らない。よろしい。はじめ。柏の木は足をぐらぐらしながら歌いました。 製作は一等卒の服を着て野原へ行ってブドウをたくさん取ってきた。とこうだ、えー、誰かあとを続けてくれほう,う柏の木はみんな嵐のように製作を冷やかして叫びました「第七等賞鉛のメタル」。 私が後をつけます。さっきの木の隣からすぐまた一本のかしわの木が飛び出しましたよろしい始めかしわの木はちらっと制作の方を見てちょっとバカにするように笑いましたがすぐ真面目になって歌いました「制作はぶどうをみんな搾り上げ」。 砂糖を入れて瓶にたくさん詰め込んだ。あー、おい、誰かあとを続けてくれ。はうううう。柏の木どもは風のような変な声を出して制作を冷やかしました。制作はもう飛び出してみんな片っ端からぶん殴ってやりたくてムズムズしましたが。 絵描きがちゃんと前へ立ちふさがっていますのでどうしても出られませんでした第8頭ブリキのメタル私が次やりますさっきの隣からまた一本のかしわの木が飛び出しましたよし始め制作が悩にしまったブドウ紙は順序正しく

さあ次だ次だ出るんだよどしどし出るんだところがみんなはもうしんとしてしまって一人も出るものがありませんでしたこれはいかん出ろ出ろみんな出ないといかん出ろ絵描きはどなりましたがもうどうしても誰も出ませんでしたしかたなく絵描きは「今度はメタルのうん」といいやつを出すぞ早く出ろ と言いましたらかしわの木どもははじめてざわっとしました。そのとき林の奥のほうでさら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 音がしてそれからのずきょほんのずきょほんおんおんごぎのごぎのほんおんおん。 たくさんのフクロウどもがお月様の明かりに青白く羽を翻しながらスル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 出てきてかしわの木の頭の上や手の上肩や胸に一面にとまりました立派な金モールをつけたフクロウの大将が上手に音も立てないで飛んできてかしわの木大王の前に出ました その真っ赤な目のクマが実に期待に見えました。よほど年寄りらしいのでした。こんばんは。ダイオードのまた高貴の客人方こんばんは。ちょうど我々の方でも飛び方とつかみ。咲き術との大試験であったの。じゃがただいま。や、 と終わりましたじゃついてはこれから連合で大乱舞会を始めてはどうじゃろうあまりにも絶えなる歌の調べが我らの間いの中にまで響いてきたによってこのようにまかり出ましたのじゃ。「大えなる歌の調べだど」。 制作が叫びました柏の木大王が聞こえないふりをして大きくうなずきました「よろしゅうござる至極結構でござろういざ早速取り始めるといたそうかさればフクロウの大将はみんなの方に向いて まるで黒砂糖のようなあまったるい声で歌いました「カラス・カン・ザ・エモン」は黒い頭をくらりくらり「トン・ビ・トー・ザ・エモン」は油いっしょでとろりとろりその暗闇は ふくろうの「いさみにいさむもののふが」「みみずつかむときなるぞ」「ねとりをおそうときなるぞ」フクロウどもはもうみんなバカのようになってどなりました「のずきょんおっおん」 ごぎのこぎをおあ、あうかしわのき大王が繭をひそめて言いました「どうも君たちの歌は加藤じゃ君主のを聴くべきものではない」フクロウの大将は変な顔をしてしまいましたすると赤と白の字をかけたフクロウの副官が笑っていました「まあ 今夜はあんまり怒らないにいたしましょう。歌も今度は上等のをやりますから。みんな一緒に踊りましょう。さあ、木の方も鳥の方もよいが。お月つきさん、お月つきさん、まんまるんまるるるん。お星はさん、お星はさん、ピカリピリルルるン。柏はかしわはカンカのカンカらカンカカララララン。

きが落ちてきたとフクロウの副官が高く叫びましたなるほど月はもう青白い霧に隠されてしまってぼっと丸く見えるだけその霧はまるで矢のように林の中に降りてくるのでした柏の木はみんなどうを失って片足を上げたり両手をそっちへ伸ばしたり 目をつり上げたりしたまま化石したように突っ立ってしまいました冷たい霧がさっと制作の顔にかかりました絵描きはもうどこへ行ったか赤いシャッポだけが放り出してあって自分は影も形もありませんでした霧の中を飛び術のまだできていないフクロウの バタバタ逃げてゆく音がしました。制作はそこで林を出ました。柏の木はみんな踊りのままの形で残念そうに横目で制作を見送りました。林を出てから空を見ますと、さっきまでお月様のあったあたりはやっとぼんやり明るくて、そこを黒い 犬のような形の雲がかけてゆき林のずーっと向こうの沼森の辺りから「お赤いシャッポのカンカラカンのカーン」と絵描きが力いっぱい叫んでいる声がかすかに聞こえました。